ウォータータウンはアメリカ合衆国サウスダコタ州の北東部コディントン軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2000年国勢調査による人口は2237人であり、2010年では21482人と6.2%増加した。州内で5番目に人口の多い都市である。コディントン軍とハムリン軍にまたがるウォータータウン。 小都市圏の主要都市でもある。市内には、公立のウォータータウン高校と私立の寄宿生、グレートプレーンズルーテル高校がある。ウォータータウンには、レッドリン、アートセンターがあり、アメリカでは、人気の高い野生動物画家、テリー・レットリンの作品原画を多く集めている。またブランブル公園動物園がある。ウォータータウンパブリックオピニオンは、週6下発行される新聞である。 ウォータータウンの長官図、1883年、ウォータータウンは、1879年に、シカゴノースウェスタン鉄道が、カンペス過去まで建設していた、鉄道線を再利用した時に、終着駅として設立された。町の設立者の一人ジョン・イー・ケンプの故郷が、ニューヨーク州、ウォータータウンだったので、その名前が、町の名前になった。 1930年代に鉄道がさらに西に延伸された時に、ウォータータウンは鉄道の中継点として栄えた。この町は、他のいくつかの都市とともに、新しく結成されるサウスダコタ州州との候補地になったが、結果は州の中央に近いピアに決まった。市内で、現在も発行されている新聞、ウォータータウンパブリックオピニオンは1887年に、 発刊された。20世紀半ば、週刊高速道路29号線がサウスダコタ州の東部に建設された。その経路は少しだけ曲げられて、ウォータータウンの近くを通るようにされた。この道路の建設は、ウォータータウンを含め経路沿いにある大きな地域社会には経済的利益につながった。ウォータータウンは、 北緯44度54分12秒整形97度7分14秒、北44.90333度整形97.12056度、44.90333-97.12056に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は23.1平方マイル、このうち陸地は15.2平方マイル。 水域は7.9平方マイル。水域率は34.04%である。ビッグスー川が市内を南北に流れており、ペリカン湖とカンペスカ湖という二つの湖がある。水際の大半は短い台地になっている。ウォータータウン地域空港の標高は1745フィートである。以下は2000年の国勢調査推計による人口統計データである。 ウォータータウンの公共教育は、ウォータータウン公立学校学が管轄している。高等教育機関としては、レイクエリア工科大学がある。私立学校としては、クレートプレーンズルーテル高校など4校がある。地域の図書館は、ウォータータウン地域図書館がある。ウォータータウンの日刊誌は、ウォータータウンパブリックオピニオンである。聴取できる、ラジオ局は AM が3局。 FM が7曲ある。ウォータータウン市は南北に走るアメリカ国道81号線、東西に走る道212号線、および南北に走る週刊高速道路29号線が利用できる。市内にはウォータータウン地域空港があり、メサバ航空が就航している。地域のバス便はウォータータウン地域交通車が運行している。少なくとも50人以上を雇用する。 国際的企業は以下の通りである。ありがとうございます。